千葉中央、ツインビルは、千葉県千葉市中央区に所在する複合施設。二棟のアシンメトリーツインタワーで構成されており、店舗、事務所、ホテル、公共公益施設が入居する。第二回千葉市優秀建築賞を受賞。市街地再開発事業により、高度利用地区、市街地再開発事業地区である、千葉中央地区第一外区。 第2外区に二棟のツインビル建設が行われた。1989年春光の千葉中央、ツインビルは千葉市の中心部、千葉都市モノレール1号線の足川公園駅からすぐの場所に立地しており、国道14号を挟んで1号館と2号館の二棟が並んでいる。1号館は千葉市中央公園に隣接している。一号館は地下二階。 地上17階、東屋2階、高さ73メートルの超高層建築物となっており、事務所や店舗のほか、上層外部に三井ガーデンホテル千葉が所在する。二号館は地下3階、地上14階、東屋1階、高さ56メートルであり、千葉商工会議所、千葉市民活動支援センター、千葉市文化センターなどが所在する。千葉中央。 ツインビル1号館千葉中央、ツインビル2号館現地フロアガイドより、千葉市民活動支援センター。ありがとうございます。